もっちゃん放送局。はい、こんにちは、もっちゃん放送、もっちゃんです。ということで、レンタカー紹介でございます。ということで本日も紹介していきたいと思います。本日ご紹介いたしますのは、令和3年1月式のマツダ2ですね。まあ、もともと発売してたデミオっていう車が、まあ、名前変わってマツダ2になったやつですね。グレードの方が、15C ですね。一番低いグレードになります。ライトはハロゲンですね。ハロゲンでフォグランプはついておりません。ちょっとボンネットが非常に大きい。よいしょ。エンジン形式は P5 の VPS ってやつですね。水冷直列4気筒の DOHC の16バルブですね。馬力が110馬力ですね。で、6速オートマ、 CVT じゃないですね、6速オートマになります。で、タイミングチェーンの車ですね。ちょっとね、非常に重くなってるので、結構、はい、こんな感じですね。すごい大きな車になってますね。エンジンがバカでかいですね。排気量が 1500cc ですね。この車 1500cc の車になります。バッテリーもちょっとなんか大きいですよね、バッテリーの方で。はい、じゃあこんな感じになってますね。タイヤの方なんですけど、これダンロップ、まあ、サトエスですね、ウィンターマックスになってます。まあ、私今つけてるやつと同じやつですね。タイヤサイズが185の6515ですね、のカバーがついてます。はい、ウィンターマックス2ですね。これまあ私がつけてるやつと同じ型のタイヤですね。はい、サトエスタイヤになってます。で、純正のやつですね。こっちもまあ同じウィンターマックスになってます。大きい傷へこみ等はないですね。はい、長い車になってます。で、ルーフアンテナになってますね。はい、ルーフアンテナになってます。うん、すごい、ちょっと黒っぽい色だけど、まあ近づいてみると、ちょっとカメラ越しはわからないと思うんですけど、ちょ、青です。青ですね、色は。鍵はこれですね。はい、これになってます。で、これついてないですね。こうやってあの持つと開くタイプはついてないです。まあこれで、このボタンをこれで開く感じになってます。はい、車内はこんな感じですね。まあそうですね、グレード、まあ、一番低いグレードなんで、まあ、こういったところは安っぽいグレードになってますね。はい、こんな感じになってます。ハッチバック見ます。バックカメラついてますね。ここについてます。バックカメラもついてます。ちょっとトランク、ここなんですね。ちょっと開けにくいかな、これ。ちょっと開けにくくなってます。はい、後ろこんな感じですね。ちょっと何か乗ってるんですけど、まあ後ろは狭いですね。まあ底は結構深いんですけど、ここパンク修理材が入ってますね、この中。まあ後ろは狭いですね、正直。まあちょっとこれは狭いですね。まあこんな感じですね。ちょっと狭いかなってとこはあります。まあこう後ろ側見ていただいても、まあもう見た目はデミオですね、完全に。デミオがまあ名前変わってマツダ2ってなってるって感じですね。はい、じゃあちょっと後ろ乗ってみますね。はい、今後ろ乗ったんですけど、これはちょっと狭いですね。椅子前にしないと、あれですね。天井もやっぱりちょっとギリギリですね。ちょっとこれは狭いですね。まあ、少人数の方で一人乗ったりとかだったら全然大丈夫ですけど、まあ、複数乗るんだったらちょっときついですね、これは。まあそんな感じですね。拳だとね、もう本当に一番これ後ろの状態なんですけど、入らないですね、拳ちょっとこれは狭いですね。
ちょっと出るのもすごい大変でした。はい、まあそんな感じですね。じゃあ中入ってきますね。車内ですね、まあ、かけ方は、まあ、ブレーキペダル踏んでここですね、プッシュスタート、これを押せばエンジンがかかります。はい、エンジンがかかりました。はい、現在の走行距離が 21,350km ですね。車検の方が令和5年の1月7日までついてますね。装備がこれ純正のナビですね。ナビに ETC ですね、この ETC で、でバックカメラですね。はい、バックカメラですね。バックカメラとついてます。で安全装備とかもついてますね。安全装備もしっかりとついております。でマニュアル式のやつですね、これこうやってマニュアルで楽しむことができるというやつになります。でこのサイドブレーキですねになってます。まあ肘掛けとかちょっとないのでちょっとこれ大変ですね。こんな感じです。エアコンはマニュアルになってます。ちょっとつけてますね。はい、今コンプレッサー来たんですけどしっかりと大丈夫ですね。コンプレッサーちゃんと効いてます。でパワーウィンドウは運転席のみですね。だけオート機能がついてるって感じですね。で電格も、はい、しっかりと効いてますね。でこうあってって感じですね。でここもまあいけるって感じですね。そんな感じになってます。はい、そんな感じですね。まあ非常にいい車でございます。それでは走行の方に移っていきたいと思います。はい、お待たせしました。それでは令和3年1月式のマツダ2 1.5C のね、走行行っていきたいと思います。ちょっと場所がちょっと変わって、ちょっと今蔵寿司でちょっと昼食べてきたのでここからスタートしていきます。はい、じゃあ走らせますね。じゃあ行きます。まあ結構安全制度とかもいいって感じですごくいます。まあ先ほどの紹介のところでもまあお話しさせていただいたと思うんですけど、もともとはデミオって車で販売された車がマツダ2って車になったので、見た目上のことを言うともうほとんどデミオに近い車って感じですね。マニュアルシフトついてますね。のでちょっと一回走ってますね。ちょっと走るか分かんないですけど、こんな感じで、はい、こんな感じでついてますね。じゃあちょっとでブレーキするときは普通にオートマ車のあれなので別にこう変速しなくても大丈夫って感じですね。これ便利ですよね。この先走行するレーンにご注意ください。まあ、エンジンブレーキかかったねちょっと戻しますね。今普通にエンジンブレーキもかけることができます。今完全にエンジンブレーキかかったね。はい、こんな感じです。そうですね、乗り心地に関してはまあまあ普通かなってところですね。ちょっとね今回のやつヘッドレストのとこはちょっと大きいのが分かんないんですけど、ちょっとね揺れがブレちゃってますけども、ちょっとご了承いただければと思います。ハイブリッドはないのでまあ燃費はちょっと悪いかなってとこですね。まあ19なんで軽油モデルもディーゼルですね、軽油モデルもありますんで、はい、軽油モデルも一応ありますといった感じですね。すごいねこれマックちょっとカメラ見えますかね、カメラさん、これやばいこれやばいっすね。すごいだね、マック。これ何これ。これやべ。す
すごい。マックがえらいことになってますね、あれ。やばいかったね、あれ。何あれ、すごかったね、ドライブスルー。ここでマック渋滞ができてますね、ここ。他の人たちが通れない現象。わーわーわー、渋滞しちゃってますね、こっちの方。何はあれです。びっくりしましたね。いや、朝がこの走行動画中にマックの混雑をね、記録を抑えれるとはって。すごかったね、あのマック。結構渋滞しますね、こっちの方。はい、ちょっとすみませんね、車と全く関係ない話になっちゃったんですけど、締まりはちょっと少し硬いかなって感じですね、デビ、まあ、マツダ2。ちょっと揺れがあれかなってとこはありますかね、やっぱり。小回りは効くってところですかね、メリットは。いや、 4.7 なんで、まあ、小回りは十分に効くってところで。ただまあやっぱ車内はちょっとやっぱ狭いんで、アクアと比べましてもちょっとやっぱ狭いですし、高さとかもちょっとやっぱりちょっと低いんで、ちょっと広さを求める人にはちょっとってところはありますよね。まあ、前回ね PHV の車乗ってからこのマツダ2の車乗るとやっぱ狭く感じちゃいますよね、やっぱりね。えやっぱ狭く感じられますよね。前回のビッツ、3台目のビッツの時も言ったんですけど、あの運転苦手な方に乗るのは一番ベストの車ですね、これ。うん、まあ 4.7 で、まあ、小回りも効きますん でしかもコンパクトカーなんで、まあ、運転苦手な人に乗るんだったら全然持ってこいの車だと思います。 1500cc なんでちょっと排気量は大きいですね。 1500cc なんで排気量は大きいです。でガソリン車なので、もちろん、まあ、長く乗るってことを考えるとちょっとってとこありますよね。やっぱりガソリン車とかはやっぱり13年経つとね、あの自動車の税金とかも上がりますんで、重量税とかでも上がっちゃいますんで、やっぱり1500とかだったらやっぱりハイブリッドを選んじゃいますよね。ハイブリッドはだいたい 1500cc からなので、ハイブリッドは 1500cc からになりますんで、まあ、追加があったらやっぱハイブリッドの方がいいですよね。ロードノイズはちょっとやっぱりちょっと気になるかなってとこはありますね。ナビがちょっと独特ですよね、このナビが。7インチだと思うんですけど、この純正ナビ。すごい見やすいですね。なんか、オーディオディスプレイの、あのトヨタのオーディオディスプレイみたいな感じのものになってますよね、これ。それとちょっと似てますよね。しっかりとマニュアルのやつもついてますんで、まぁ、ちょっとね、あのミッション感覚で運転したいなって人は、あのいいかもしれないですよね。ミッション好きな人でもやっぱりオートマでちょっと両方楽しみたいって人にはこのあのいいですよね、マニュアルモード付きのやつとかはやっぱりいいですよね。パドルシフトはついてないです。まあ、結構スポーツカーとかだとねパドルシフトついてるやつもあるんですけど、パドルシフトはついてないですね、このデビュー。なのでこっちのシフトで、まあシフト操作をこうちょんってやるって感じですね。でいつものファミリーマートでいいですね、周りもしっかりと効いて。最小回転 4.7 なんでいいですね。じゃあちょっと駐車しますね。駐車するときもね非常に楽ちんですね、駐車するときも非常に。バックカバーがしっかりついてますんでね、非常にやっぱり入れやすいですね。はい、ということで本日は令和3年1月式のマツダ2ですね、 15C のグレード、 C グレードですね、運転してきましたけども、まあ非常にコンパクトカーで、まあ非常に小回りも効いてめちゃくちゃいい車だと思いますね。あのパドルシフトっていうかマニュアル式のオートマになりますので、はい、非常に運転しやすい車になっておりますので、皆さんよかったらぜひね、これこちら多分全国のタイムズカーシェアとか、まあ、他の、まあ、タイムズカーの方で借りれると思いますので、よかったら皆さん乗る機会にあったらぜひ借りてみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。不定期にはなりますが、
まあいろんなね動画投稿していきたいと思っておりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。